スのレゲエチャンネル。今日は第1回目、ダサカワコーデの歯医者、歯医者なんていうの、歯医者2人、ダサカワコーデの結果発表。結果はですね、1位ガラさん78票。ということで、罰ゲームですね。来たよ、りっちゃん。勝者は、TikTok で、そうプロモーションね、ブーショットをやる。で、敗者、負けた人は敗者わっやましたよ。はい、じゃーん、お寿司のロシアンルーレット 1,2,3 10巻ありますが、この中にわさび入り、超わさび入りなんだって、全部。あ、程よく美味しくいただけるわさびの量が、はぁーってなる。まさかが何巻、1巻、1巻だよね、もちろんね。いや、なんかないや、でもそこ、だから1巻というので3位だけど、どっちが食べる、美味しく食べれるかもしれないし、で一人は結局負けたけど、もうただただ美味しく終わるっていう、終わる、負けたけどってことよね。で、いいの？良くないの？いいの？それでいいの？何巻食べればいいの？まあ出るまでじゃないか。出るまで？出るまでだよね。私だって今日朝食抜かしてるから。やめて。てかランチも抜かしてる。今日のスタッフ。ね、この時期だからマスクしてるでしょ、でもマスクから出るこの瞳がもう嬉しそうでしょうがないわけ、うわうわしてる感じ、ね、もうお茶まで用意していただいて、本当ありがとうございます。いやー、こんなこと、ちょっと待って、わさび得意、わさびは嫌いじゃないから平気、どちらかというとその上に乗って生姜の方が私は好き。生姜は取ってもいい？いい。これはどういうこと？3位の人から食べる？それともキュン？じゃんけんキュン？じゃんけんキュンでいい？食べよう。最初はキュンね。せーの。最初はキュン。じゃんけんポン。あー！ちょっと待って。ちょっと待って。でもこれさ、先に食べた方が得なの？後の方が得なの？やっぱ先の方が得なのか。でも10巻中最初に食べる方が確率的には低いんじゃない？そうだよね、選べる確率があるからね。OK、じゃあ先に行きます。いやでもね、なんかもう雰囲気がさ、ちょっと、でも分かんないな、分かんない、全然分かんない、やばっ。いや、ちょっと、行きます。はい、一緒に行きます。いやー、はい、1巻目、はい、いきます。せーの。運がいい、うめえ、気がいい、まさかの
じゃあ1個ってことじゃないんじゃん、そもそもが辛い。悪巧みこの集団が。